斉藤祐樹です、現在広島の福屋八丁堀本店にて個展、夜行というものを開催しています。私の作品はこのようにガラスの裏から描いたものを重ねて立体絵画のように表現する多層ガラス絵というものが中心です。奥の方までしっかりとものが描き込まれています。元になった技法の銅版画も出品しています。今朝は読売新聞にも掲載してもらいました。概要欄から私の YouTube チャンネルや全ての出品作に関しての説明や画像が閲覧できますのでチェックしてみてください。よろしくお願いします。